藤井律子市長らが JR 徳山駅を訪れ、新幹線ののぞみの増便に関する要望書を JR 西日本の広岡健治広島支社長に手渡しました。 JR 西日本は今年春に発車時刻を統一するなどを理由に、徳山駅に停車するのぞみの本数をこれまでの上下線15本から9本に減便するダイヤ改正を発表しています。要望では、住民や地元事業者から大きな落胆の声が上がっていることや、周南地域は県の産業発展をリードする地域でもあることから、のぞみの増便を求めています。交流が増えて、また東京からのお客さんも増えて、観光とビジネスと両方の面で進めていくことができるのではないかと思います。 JR 西日本はニーズを把握して検討していきたいとコメントしています。